はい、皆さんこんにちは。ラボックボーカル教室のあきこです。さあ、あきこの動画ワンポイントレッスンでは、どうやったらカラオケで上手に歌が歌えるのかをコンセプトに、その曲の解釈やアーティストの歌い方を解説しながらレッスンを行っていくものです。さあ、今日のレッスンはですね、ししゃもさんの水色の日々の、サビのワンコーラス練習していきたいと思います。それでは今日も行ってみましょう。どうぞ。お願い、時間よ止まって、私まだ大人になるのが怖いから、この水色の日々が。はい、この部分をやっていきたいと思います。さて、頭からいきます。さあ、まずここ、階段をかけました。結構 見受けられるのが、お願い、おねが同じ音程になってる人が見れるんですけど、ししゃもさんはおねみファシャプシーっていう感じで3つ音程が変わってます。お願い、行きやすいですけど、お願い、お願い、ちょっとね1個、気をつけて聞いてみてください。時間を止まってビブラートが入ります。で、ここでベルス、ここも吸ってるかもしれないし吸ってないかもしれないので、ちょっと斜線って感じで、お願い、時間、割とこうっていうよりはもうスッとそのまま行ってるので斜線ぐらいにしました。吸うのもライブバージョンの映像がちょっと YouTube であったんですけど、ちょっと映像があんまり綺麗じゃなかったので、ここも見れなかったので、まあ一応斜線ぐらいって感じです。時間よ止まって、私まだで、ここ書くの忘れましたが、私、このし、多分ラぐらいまで押してますね。私、いきそうなんですけど、私まだなりそうなんですけど、もっと押してます。私、私、し、このぐらいですかね。私まだ音っていう感じで、割と、しが落ちてるので、そこもちょっと注目して、注意して歌ってみてください。聞いてみてください。私まだ大人になるのがこんまで、ノンブレスでいきます。こんで、わいから、ちょっとしゃくるというかね、エッジを立てて、わいから、ただエッジボイスほど、こうわいからって言ってるわけじゃなくて、わい、ちょっとだけね、鋭利な角度からわを刺してあげるというか、わいから、このわいから、アクセント注意して歌ってみてください。そして、このみのみからファルセットに変わります。この水色のまでファルセット、ここまでがファルセットになって、ひーから地声に戻ります。ひぴかひぴかっていう感じです。ししゃもさんのね、歌声がすごく何とも言えないぐらい、気持ちいい声というか、ミックスな声なんですけど、ここはスッとで、基本的には割とミックスからちょっと強めだったり弱めだったり、ちょうどいいラインなんですけど、抜けすぎず硬すぎず、の声質で歌って、ここだけファルセットに抜きます。この水色の日々がから、ここはしっかりと地声にバチッと戻しているので、ここがね、このまんまここで地声から地声に切り返せないと、すごくダラーっとした、この水色の日々がダラっていかないように、ここはしっかりあえて地声に戻すというふうに声帯をコントロール、鍛えていきましょう。ザザザッといきましたが、この部分、こういう歌い方、ぜひね、トレーニングして、カラオケや、ライブなどやる方、ぜひ参考に歌ってみてください。そんな感じで、あきこでした。またお会いしましょう。バイバーイ。